はい、よろしくお願いします。どうも、ハイチーです。はい、月曜日になりました。今週も頑張っていきましょう。ということで、今週のテーマはこちら。7月やらかした人のほにゃららパーセントが夏を棒に振る。そして、7月うまくいった人のほにゃららパーセントが8月失敗すると。こちらのテーマで話していこうと思います。ぜひね、最後までお付き合いください。では、早速ね、始めていきましょう。で、先に言っておきます。今回もかな。ちょっと厳しい話というか、カツを入れたいなという思いを持って話していきますので、多少今メンタルが少しね不安定な方とか、厳しいこと言われるとズンって沈んじゃいそうな人は見るタイミング気をつけてください。こういう動画が多くなっている理由は、今回のねテーマにもなってますけど、本当に夏をね終わった時にもっと頑張っときゃよかったって思う人を一人でも減らしたいっていう、その思いだけなんですよ。塾講師の時に自分の生徒に思ってたこと、そのままみんなに伝えてるだけなんだけど、なので、ちょっと厳しい言い方をしていきます。では、まずね、行きましょう。7月やらかした人、つまりうまくいかなかった人ね。言うて、あと、今日これ7月26日に投稿してるから、26入れなかったら5日あるよ。5日。だからこれを見てやべえなと思った方は、この5日で挽回してみ。5日で、もう終わり良ければ全て良しじゃないけど、この5日しっかりやれれば、7月まあまあいけたなってなるから、ここには入らないから。いい？ただ7月もう失敗したなっていう人も、これ自分のあれよ、塾講師時代の観測ですけど、95% が夏を棒に振ります。つまり7月うまくいかなかった方のほとんどの方が夏全体がうまくいきません。例えばね、7月はいっか、8月頑張ればっていう人は、あとね全てやることを課題を後に回す人です。今ケーキを食べながらダイエット明日から頑張ってればいいやみたいな感じの人。でもそれでもうまく人いるんだよ。いた。お前すげえなっていうタイプの方いたけども、めちゃくちゃレアケースです。だからほとんどの方がここの7月をうまく、まずね、第一関門としてクリアしないと、夏全体がダメになってしまう可能性が非常に高くなるので、いいかい？ここまで振り返った時にうまくね、いかなかった方、まだ夏休み入ってない方もね、うちのツイッターとかのリプでいたけどさ、ごめん、その方は申し訳ない。でも夏休み入ってる方の中で、7月今のところダラダラしちゃってんなって、このままいったらやばい気がするなって思ってる方は、こっから踏ん張ってみ。この動画と出会ったのもね、なんかの縁だからさ。でね、もう一個厄介なのはこっちなんよ。7月ね、今のところうまくいってて、あと5日間もうまくやれたと。で、7月うまくいくとさ、そのまま流れでうまくいくっていうのはもちろんある。あるんだよ。あるんだけど、7月うまくいった人の中での、ほにゃららパーセントが8月失敗します。つまり、うまくいった、うーい、みたいな。こうやって落ちていくタイプの人です。で、さっきも言ったように、終わり良ければ全て良しじゃないですけど、夏全体、8月終わりまで大体夏休みありますよね。だから8月失敗するとさ、どんなに7月が良かったとしても夏全体の印象が悪くなる。あ、うまくいかなかったな、最初だけだったなって。そうするとね、結局うまくいかないんだわ。で、これ何パーセントかっていうと、大体半分です。7月を第一関門クリアした人の半分ぐらいが8月失敗すると思ってください。なので今のところうまくいってる方、いってる方の中でも自分の中で半分ぐらいが8月ショートする、ペースダウンする可能性があるんだっていうことをまず知っといて、これがどうしても言いたかった。このね、夏期講習とかやってるじゃん。俺も個別指導塾でやってたんだけど、7月うまくいいペースでいってるのに、だんだん表情が変わっていくんよ。わかる？もうね、目線でわかるから、今マスクしてるから余計わかると思うんだけど、このね、目つき、この目を見た瞬間に、こいつ今こういう状態なんだろうなっていうのが分かるんですよ。やっぱりプロになってくると、プロって自分で言っちゃったけど、でもほとんどの塾講師がそうだと思ってる。いい？ってぐらいに自分の鏡を見てごらん。自分の鏡を見たら調子が分かるから。ってちょっと話それちゃったけどね。で、このね、じゃあ 50% 失敗する方はどんな方なのかっていうのを簡単に説明していきます。いい？で、まず3ついきます。1つ、ほにゃらら作りができてない人です。何かっていうと、ペース。ペース作りっていうところとちょっと言い換えます。これは習慣作りですね。つまり、例えば7月ね、契約を立てました、うまくやれてますっていう方の中にも、気分次第でこう勉強してる方もいると思います。それがなんとなくうまくいってるみたいな感じになっていくと、結局自分の勉強ペース、何度も言うけどさ、これしつこくごめんな。何度も言うんだけど、例えば特に受験勉強なんかは短距離走じゃないんだよ。マラソンなんだよね。マラソンってさ、一定ペースで走るでしょ？徐々にペースを上げてったりするけどさ、
この1キロ区間が3分30秒で走ったのに、次の1キロ区間2分30秒なんて走んないじゃん。いきなりダッシュしてとか。いいかい？だから徐々にね、自分のペースができてない方っていうのは、やっぱりショートする。なんとなくうまくいってるパターンの人だから。だから自分の例えば1日を振り返った時に、こういうとこに勉強する。ここで勉強して、ここで休むみたいな。そういったペース、そして習慣っていうところが自分の中で出来上がってない方は、もう一回考えた方がいいです。自分の勉強ペース、自分の勉強習慣ってどういうものなのかなっていうのを作ってください。これはもうこういう習慣にしなさいとは言わないから。だってそれぞれ答えが違うんだから。A さんと B さんと C さんと俺の答えは違うからね。いいかな。で、次です。ホニャララにならないホニャララをしている。で、これはね、ちょっと青にするわ。交互にしていい？実力にならない勉強です。これもさ、もう何度も言ってることだから、いっぱいね動画見てくださってる方はさ、もう耳にタコだよって思うかもしれんけど、また言わせて、勉強には2つの側面があります。いい？勉強の2つの側面、ちょっとこれは書こうかな。ここ入ってる？入ってるね。ちょっと間延びするけどごめんよ。勉強の、2つの側面。みんなはさ、勉強って何することですかって言ったら、なんて答えます？勉強何することって、そんなんさ、いや、おとろしいこと勉強することでしょうとかね、できなかった問題できるようにすることでしょうって思うじゃんか。正解なんだよ。だから一つは、新しいことを覚えることだよね。できるようにするでもいいんだけど、新しいことにチャレンジしていくのが勉強なの。で、ほとんどの方がこれを思ってる、みんな。でもこれだけだとね、伸びねえんだわ。なんでかっていうと、もう一個は、できるようになったことを忘れないようにするっていう。うちらコンピューターじゃないからね。いい？だから保存ボタンを押したら保存されないんだわ、勉強したこと。だから新しいこと、新しいことって、今日はじゃあ新しくね、因数分解やりました、明日はルートの計算やりました、次は二次方程式、二次関数ってやってきましたって、復習しとんのかいっていう話なのよ。いいかい？この部分、忘れないようにする、つまり復習ね、反復のことなんだけど、この部分のバランスが整ってない方は、それ実力なってないぞ。いい？勉強するとできるようにするは別だぞっていうのが言いたいところで、これが7月ちょっとあやふやになってるとは、もう一回確認してみ。昨日勉強したもの残ってるかい？ちゃんと。あ、で、これは昨日勉強したことが抜けちゃっても気にしなくていい。それは反復のタイミングが遅かっただけだから、勉強が無駄とは言わない。言わないけど、でも昨日勉強したもの、多分昨日勉強したものが残ってなかったら、一昨日も残ってないでしょ。その前も残ってないんだわ。それはさ、力になってないんだって。いい？ちゃんと自分の実力になってる、定着してんのかいっていう、そこの勉強をしてください。で、これがなんでここに繋がるかっていうと、そのね、今こう自分が言ったからさ、昨日の覚えてるかなって確認するかもしれないんだけど、この部分の意識がない方って、例えば宿題もどんどん先に進むだけ、もう終わればいいやって、宿題だったらそれでいいかもしれないけど、でもさ、せっかくなら力になった方がいいじゃん、やったことが。だから例えば後々ね、8月の1週目とか2週目にパッて振り返るわけよ。気づいた時に、あ、そういえば前やったの覚えてるかなって、全然覚えてねえんだけどみたいな。そしたらさ、あんだけ時間かけて頑張ったものが力になってないで、めちゃめちゃモチベーション下がるんだよね。かこのネックなのは、モチベーションが下がることなの。モチベがもう下がるって、もう急降下よ、これやっちゃうとね。だからもうやっても意味ねえじゃんって言って、最初のいいペースがどん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 崩れていく。やってもどうせ意味ねえんだろって思うから。どうせっていう気持ちは本当に邪魔になる、人間の成長にとって。だからそこがどんどん心の中に侵食しちゃうので、2回も書いとこう、どうせって。でもとかね、自分に対してすごい逆説を使う子も成長しにくい。この辺が邪魔してくるよって話です。いいかな。で、最後です。ほにゃららの理由、これはですね、2つあるんですけど、こっち書いておきます。成功の理由だから、もう2つっていうのは、もう1個失敗の理由もある。あ間違えました。失敗の理由ね。で、これ何かっていうと、特にこっちね、うまくいった人の中で失敗するか、8月もうまくいくかの違いになっていくんですけど、
7月、今のところうまくいってる方、ね、いらっしゃると思います。で、これはうまくいかなかった方も同じです。考えてください。はい、うまくいった方、なんでうまくいったと思います？うまくいかなかった方、なんでうまくいかなかったと思います？物事の成功、失敗、まあ、いろんなこと勉強だけじゃなくて、いろんなことに成功、失敗ってありますね。大きくてもちっちゃくても。で、成功にも失敗にも理由ないものなんてないです。絶対に理由がある。成功したことに理由はあるし、失敗にも理由があるんです。で、人っていうのは、失敗した時は理由を考えます。基本的になんでこうなったんだろうって。たまたまだよ、俺のこの失敗っていう人はあんまりいないです。でも、成功してる時、うまくいってる人は、基本的に理由を考えない人が多いです。なぜかっていうと、成功してるとですね、流れに身を任せるんです。成功してると。なぜかって、だって別にそのまま流れに乗ってたらいいじゃん。いい流れ乗ってるって、いい波乗ってんねってことよ。だからこのまま波乗ってきゃいいじゃんって思って、そのままなんとなく進んでいく。でも、いい波はいつか終わるぞ。絶対に。絶対です。確信する。これはもう別に勉強だけじゃない。仕事もそう。ずっと成功し続けるって本当にレアです。だから、成功してる人と成功し続けてる人は大きな違いがある。で、そこの違いっていうのは、ここの理由をちゃんと分析してるかどうか。少し話がそれます。自分は昔営業マン、大学卒業して最初ピンポンとする営業マンをしてました。で、営業って本当に厳しい世界で、数字の世界なんよ。めちゃめちゃね。で、すごい売れてるトップセールスマンとかいるわけ、先輩に。で、そういう人に一回話聞いた時にめちゃくちゃインパクトが残ってる言葉があります。それは、お前どんな時に練習するか分かるかって言われたことあるの。で、営業って練習するんですよ。先輩って、例えばさ、こう先輩、先輩ね、先輩見ててくださいって、ピンポーンって、あ、なんとかなんとかです、よろしくお願いします、みたいな。で、今回この商品なんですけど、みたいなね、こういう話をしていくんです、先輩相手に。で、基本的に数字が上がってない、営業で売れてない、失敗してる時にみんな練習するんですよ。違うと。本当に売れてるやつ、うまくいってるやつは、成功してる時ほど練習するんだっていうんです。なぜかっていうと、成功し続けないのが分かってるから。成功し続けるためには分析が必要だから。うまくいってる人っていうのは流れに身を任せてしまうから、練習しなくなって自分のダメな点が見えなくなっていくから。だから自分のこううまくいってる理由をちゃんと分析してる。なんでうまくいってんのかなってことを分析してると、そのうまくいってる要因がね、うまくいかなくなった時に、あ、そう、これがあったからうまくいってたんだよなって。それを、あ、うまくいってないと人はね、視野が狭くなってるから、あ、これ忘れてたわ。そうか、これやっていこうとか。そういった風にポイントが取り上げられるから、うまくいってる時ほど自分の内面と向き合ってちゃんと理由を分析しろっていうのを言われたことがあります。で、これは生徒にもよく言ってた。うまくいってる時ほど自分と向き合いになって、なんでうまくいってるかよく考えてみって。で、それをメモしときなよって、あ、そうそう、メモしてください。理由は。これは宝になる。何度も言うけど、人は失敗し始めると、あれ？視野って感じ合ってる？視野が、狭くなります。ね、人はね、あー、入ってない視野が狭くなる。で、これだ、みんなそうよ。基本的にね。だからそれは悪いことじゃないから、人ってやっぱりいい流れにずっと乗り続けられない。いつかは落ちるから。でもさ、落ちてもいいんだって。ただ、落ちてる時間が短くなったらハッピーじゃない？落ち続ける。で、その落ち続けてる時の、こう上がる要因っていうのはやっぱりこう失敗、成功した時のメモとかがすごい役に立つので、ぜひ夏をいい夏にして、夏にしよう、したいって思ってる方は、もう一度この辺。うまくいってない方はもう一回ちょっと兜の締め直してやるぞって思ってください。で、うまくいってる方も半分ぐらいが8月失敗します。ショートするからね。そのためにはこういったところをもう一回再認識して、一回、特に2番目ね、自分が言いたい、自分が言いたいのはここなんだけど、自分がちゃんと成長できてんのかなって、定着できてんのかなって、自分の成長を実感できてますかってね、その部分を確認して、まあ8月まだ入ってないけどね、いい8月、それまあいい夏かにしていってもらえたらと思います。はい、ということで、今週もお付き合いいただきありがとうございました。あと、この後ね、30分後に自習室始まりますので、あと、午前とね、午後の10時から自習室やっておりますので、よかったらね、勉強のお供にそちらも使ってみてください。では、また来週の月曜日にお会いしましょう。今週は以上です。ありがとうございました。頑張ろうね。